三椒太夫が帝の木戸にも松が建てられた。しかし、ここの年の初めは何の晴れがましいこともなく、また、うからの女子たちは奥深く住んでいて、出入りすることがまれなので、にぎわしいこともない。ただ、髪も霜も酒を飲んで、厄子の小屋にはいかいが起こるだけである。常は、いかいをすると、厳しく罰せられるのに、こういう時は厄子頭が多めに見る。 血を流しても知らぬ顔をしていることがある。どうかすると殺されたものがあってもかまわんのである。寂しい三の木戸の小屋へは折々小萩が遊びに来た。はしための小屋のにぎわしさを持ってきたかと思うように、小萩が話している間は陰気な小屋も春めいて、このごろ様子の変わっている安ンの顔にさえ、めったに見えぬ微笑みの影が浮かぶ。 3日経つと、また家の中の仕事が始まった。ンジュは糸を紡ぐ。逗子王は藁を打つ。もう夜になって小萩が来ても、手伝うに及ばぬほどンジュは罪を回すことになれた。様子は変わっていても、こんな静かな、同じことを繰り返すような仕事をするには差し支えなく、また仕事がかえって人向きになった心を散らし、落ち着きを与えるらしく見えた。 姉と前のように話をすることのできぬ厨子王は、紡いでいる姉に小萩がいて物を言ってくれるのが何よりも心強く思われた。水がぬるみ、草が燃える頃になった。明日からは外の仕事が始まるという日に、二郎が手を見回るついでに三の木戸の小屋に来た。どうじゃな、明日仕事に出られるかな。 大勢の人のうちには病気でおるものもある。ヤッコかしらの話を聞いたばかりではわからぬから、今日は小屋小屋を皆見なまってまったのじゃ。藁を打っていた図志王が返事をしようとして、まだ言葉を出さぬ間に、この頃様子にも似ず、安示が糸を紡ぐ手を止めて、つっと次郎の前に進み出た。それについてお願いがございます。私は、 弟とと同じところで仕事がいいた人をございます。どうか一緒に山へやってくださるようにお取り計らいなすってくださいまし青ざめた顔に紅がさして目が輝いている図仕王は姉の様子が二度目に変わったらしく見えるのに驚きまた自分に何の相談もせずにいて突然芝刈りに行きたいというのもいぶかしがってただ目を見張って姉を見守っている 二郎は物も言わずに、アンジュの様子をじっと見ている。アンジュは、他にない、ただ一つのお願いでございます。どうぞ、山へおやり出すって、と繰り返している。しばらくして二郎は口を開いた。この手では、主の何菓子に何の仕事をさせるということは、重いことにしてあって、父が自ら決める。しかし、忍草。 お前の願いはよくよく思い込んでのことと見える。わしが受け合って取りなして、きっと山へ行かれるようにしてやる。安心しているがいい。まあ、二人の幼い者が無事に冬を過ごしてよかった。こう言って小屋を出た。逗子王は絹を置いて姉のそばに寄った。姉さん、どうしたのです それは、あなたが一緒に山へ来てくださるのは私も嬉しいが、なぜ出し抜けに頼んだのです。なぜ私に相談しません。姉の顔は喜びに輝いている。本にそう思いのはもっともだが、私だってあの人の顔を見るまで頼もうとは思っていなかったの。不意と思いついたのだもの。そうですか。変ですな。図仕王は珍しいものを見るように姉の顔を眺めている。 やっこ頭が、かごとかまとを持って入ってきた。しのぶぐささん、お前に塩くみをよさせて芝を狩りにやるのそうで、わしは道具を持ってきた。代わりにおけとひさごをもらって行こう。これはどうも、お手数でございました。あんじは身軽に立って、おけとひさごとを出して帰った。やっこ頭はそれを受け取ったが、まだ帰りそうにはしない。顔には、 一種の苦笑いのような表情が現れている。